マックスクラスのタイムトライアルがスタートしていきました。ジュニアマックスは台数15台となります。タイムトライアル2分を経過いたしまして、残り時間2分を切りました。タイムトライアル残り時間1分を切りまして、現時点で39秒台が出ているのはトップタイムを出している坂井隆太郎、浅沼幸太郎、そして3番手手塚海岸、そして4番手の関谷拓馬、ここまでが39秒台、中でも坂井隆太郎は39秒前半、いやここで更新していきます。39秒379ということで、そして2番手が浅沼幸太郎、いやここで浅沼幸太郎も39秒前半39秒368を出しまして、トップタイムがこれで浅沼幸太郎になりました。昨年のチャンピオン坂井隆太郎を抑えて浅沼幸太郎がトップタイムをもぎ取るんでしょうか。ジュニアマックスクラスのタイムトライアル、もう間もなく終了です。坂井隆太郎が戻ってまいりまして、セッターのフランクを受けていく。さあ、坂井隆太郎がタイム更新39秒331。浅沼幸太郎はどうか。これは届かず浅